カエル石カエル石とは、神奈川県小田原市浜城4丁目35番地にある、北条稲荷の抹社である。神奈川県小田原市三王の北条稲荷の抹社の一つとして、カエル石明人として崇められてきた。カエル石という名称は、その形がカエルに似ているところから来ている。大きさは、全長80センチメートル、幅30センチメートル、 高さ40センチメートル程度。もともと小田原城内にあった北条稲荷と共に400年ほど前にこの地に移されたとされるが、明治35年の小田原大海廠においても少しも移動せず、3メートルほど掘り起こしてみても下部に達しなかったことから天然岩盤の露出だと推測される。小田原市の市政50周年記念のときめき小田原夢祭りでは、 カエル石鳴き声コンテストが開催された。小田原の危機の際には必ず泣くと言われており、小田原城落城、江戸時代の二回の震災、明治の小田原大改章、大正の関東大震災、昭和の小田原空襲の前夜にも盛んに泣いたとされる。宮古寺往来に出てくる、川津なくなる小田原の里はカエル石を指している。自えて昨夜江戸の花、波静かなる品川や、 やがて越え来る川崎の、軒き場並ぶ神奈川は、早ほど、下国のほどもなく、暮れて、戸塚に宿るらん。紫に酔う藤沢の、野面に続く平塚も、元の哀れは、大磯か、川津なくなる小田原は、箱根を越えて、伊豆の海、三島の里や、神垣や、宿は、沼津の誠さらでも、腹の切り払う。富士の峰近く吉原と、もに語らん、貫原や。 安らう、宿の、ゆいなると、思いをきつに訳しようの、あとは、えじりの朝ぼらけ、今日は、駿河の国府行く。暮れに数ある回りことは、渡る岡部への津田の道、千歳の松の藤枝よ、吉や島田の大井川、渡る思いは、金谷とて、照る日光は、日坂に賑にわう里の掛川と、かけて袋い吹く、風の、昇る、見つけの八幡とは、浜松系だの年久し。 日暮れし頃に、舞坂を、遠地近地かぐる新居の磯、袖に波こすしらすかも、元より名のみに川や、裏服、風の吉田こそ、思い知られし、五湯の里。時にし花も、赤坂の野田に山去る富士川を、岡崎の宿いかならむ。結ぶ、池濃い船の仮の夢、生むる波間のなる見方、ただここもとに、熱田の宮八十内渡る桑名の海、道の行く平和、 四日市近いも、献金し、薬師、野の宿り、これぞよと、都市旧式亀山と、水ぐる美とな奇跡ならじ。千が、家並ぶ坂下、誰が土山に座せしめん。触れたる霧の水口に、濁らぬ末の石辺かな。のべは緑ぞ、草津分け、実にも守りは、大津とは、花の二色の苦十に、心浮き立つとぞと、君の年はいたり、めでたたかしく。 ありがとうございます。